手が行ってもええんやけど。こういうのはキャバクラにもめっちゃ詳しいムッツリスケベのジョーリアさん。なんでや、キャバクラに詳しいなんて一言も言ってないし、ムッツリスケベだってところも見せたことはない気がするんですけど、ええ調査ができると思ってな。誰がムッツリスケベだ、だがまあキャバクラにはそこそこ知見経営したりしたしね。これやっぱり当たりやないか。頼むわ。もしかして前作やってます、赤目。その生っぽいキャバクラで遊んできて報告頼めるか。仕方ねえな。あったクラブヘブンに。今までのキャバクラの場所と違うね。新規オープンって言ってたしな。いらっしゃいませ。ここよ、クラブヘブンリーへようこそ。ご利用料金はセット料、指名料など込みで1万、1万しか違うわ。これだいたい1万しかかかんないのって言いながら入って、なんか飲食頼むとどんどん金が加算でいったような気がする。かしこまりました。それではご案内させていただきます。おー、まずは2人ってことかな。プロフィール、あ、わかんない。あ、これもしかして聞いてくことによって知っていくってこと。ほな、じゃあちょっといきますか。ケイさん、おっぱいでかっ。あ、どうも。おっぱい、ちょっと待って、今いらっしゃいませ。おっぱいの下見えたよ。あ、ケイと申します、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい服着てますね。私アメリカ生まれなので。あ、そうなんだ。日本語とかちょっと発音分かりにくかったらごめんなさい。え、全然全然、うまい、日本語うますぎる。あ、あー、クエスチョン。十分自然だと思うぞ、俺と話して上達すればいい。ちゃんと接客できるのか。あつ、ダメだろ、絶対ダメだよ。ちゃんと接客できるのか、嫌な客。でもこれは俺が引っ張っていくみたいなところを見せていこう。俺と話して、あ、上達すればいい。俺と話して上達すればいい。お、いいね。そう言っていただけると嬉しいです。ちょっと待って、おっぱいの下がやばいんだけど。いっぱい話しましょうね。話しましょう。え、めっちゃ目の中にあの丸い光がある。何がいいですか。待って、そ、え、待って、このスカートやばくない。え、ハンカチ、ハンカチなかったら見えとるやん。じゃ、パンツパンツ、ええ、やばいかな、これ全身見えることないから、立ってくれないかな。やばい、これ水じゃダメだな。でも9万とか今払ってられないから、あ、レッドブルカクテルで元気になっちゃうか。レッドブルカクテルでお願いします。はい、え、これもしかして上げてる、上がってるの。ちょチェーズ、乾杯。あ、さすが、さすがアメリカ育ち、チェーズ。趣味は方言、方言の話はないだろう、アメリカ育ちや言うてたよ。初体験の食べ物って何。初体験と食べ物を並べるのやめてもらっていいですか。初体験の食べ物、何を答えるのか、ちょっと聞こう。この間、待って、なんかちょっとシールか、入れ墨見えんだけど。そこで初めて食べたものがあるんです。あ、はい、あ、なになに、なんだと思います。え、なに、どこ行った、ちょ、ごめん、ちょ、入れ墨見てて聞いてなかった。どこ行ったって言ってた今。どう、タトゥー、あ、そう、入れ墨じゃねえわ、タトゥーどこ行った。話聞いタトゥーシールかな、タトゥーかな、どっちだろう。居酒屋、チーズだろ、餅だろ、明太子だろ。チーズと餅は食ったことあるだろうから、じゃあたらこしか食べたことなかった明太子だろ。明太子だろ、博多かと思ったわ、明太子あるから。大正解、当たっちゃった。魚の卵って本当美味しいですよね。あ、小屋も魚卵好き。ちょっと見た目怪しいですけど、うん、大好き。でも趣味合う、小屋もとびっことか大好き。趣味は、あ、飲酒量、あ、お酒どれぐらい飲めるのか。あ、でもそこはさ、聞いといた方がいいよね。ね、これから通うのだとしたら、上流さんの飲みっぷり。あ、違った、こっち、ね、こっちの話。お酒たくさん飲まれるんですか。あ、結構日本酒とか好きかな。すぐに酔いつぶれちまう、相手に合わせちまう、あるだけ飲んじゃう。あ、でもちまうじゃないけど、相手に合わせるわ、こよりは。そのソフドリの人だったらソフドリ飲むし、
飲める人は一緒に飲む。相手に合わせちまう。相手に合わせるかな。でもそれぐらい飲めるよってことよ。相手に合わせるんですか。うん、好き勝手に飲んだ方が楽しいと思いますけどね。嘘、優しい男だって思ってくれないのねえ。プレゼントを渡しますか。持ってない。マジか。はい。何でも渡…あ、一番せんべいいいんじゃない。一番せんべい、ほらアメリカ育ちだって言ってたしさ、せんべいのせんべいだよ。どうぞ。あ、喜ぶ。どっち。 Oh my god, a present? うわ、Thank you. あ、喜ばれる。ちょ、まだなんだか見えないもの。この中にせんべい入ってる。絶対せんべい入れてる包み紙じゃねえだろう。回転する。今日とっても楽しかった。やばい、バッドコミュニケーションで下がる量多すぎただろう。どうも。難しかったな。ちょっとやっぱあれかな、小百合ってさ、サバンナ育ちなんだけど、キャバクラの調査が終わった赤目に報告行くと、もう一個のお姉さんも一緒に。いらっしゃいませ。